こんにちは。食事で血管を出す専門家、柏原幸男です。コレステロールってこう高い方がリスクということで、皆さんこう高いと薬飲んで下げなきゃっていう意識なんですけども、実はコレステロール低すぎの方が危ないという事実をご存知でしょうか。コレステロールの、ゾーンによって、死亡率というのを見た時にですね、実はコレステロールが低すぎる人の方が圧倒的に死亡率が高く、ちょっと高めの人たちで死亡率が低いという、そんなデータが出ています。で、コレステロールちょっと、ね、基準値超えてくるだけでもう薬飲んで、1回飲み出すともう長期に飲む方が多いですけども、やっぱり薬には副作用もあるということで、必要な人は取るべきなんですけども、ちょっと超えたぐらいからすぐに飲むというのは最近ではちょっと見直される風潮にあるのかなと思います。でむしろ低すぎの人たちに問題がある理由というところなんですけども、コレステロールというのは私たちの細胞膜を作るのに絶対必要な成分なんですね。なのでどんどん新陳代謝をして新しい細胞を作り出す、この時にはコレステロールが必要になってくるわけです。で、細胞の表面にある細胞膜、ここがコレステロールを使ってますので、いい細胞を作るのにはコレステロールが必要なんですよね。なので極端な油抜きとかバランスの悪い食事をすると、逆にいい細胞が作れなくなる。で、まあ、美容面、女性にとっては潤いのある張りのあるお肌を作るのにもコレステロールとっても大事ですし、血管が、コレステロール不足しすぎると血管が脆くなったりするということもありますし、いろんな意味でですね、コレステロール低すぎは良くないんですよということで、そういう方はむしろですね、やっぱり低すぎる人も食事きちっと取ることによって改善するというケースたくさんあります。ですので、高いのばかりを意識せず、もしコレステロール低いなという方がいらっしゃったら、食事の見直し、ご飯と味噌汁を主体にしつつ、おかずの部分はむしろご飯を主体の食事にした時にはお肉や油物が適度にあった方がよくて、野菜中心とか油が少なすぎる食事というのは逆にリスクなんですよというところをちょっと知っていただきたいなと思います。はい、まあ、何にしてもですね、高すぎも低すぎも良くない、まあ、バランスだというところなのかなと思います。はい、それではコレステロールについては以上となります。ありがとうございました。チャンネル登録はこちらです。